常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。ロシアカウントダウンということでお届けをしたいんですが、まあアメリカ元大統領、前大統領ね、トランプさんの暗殺未遂事件がまあ今日起こりましたけれども、これね、実はまあ暗殺未遂といえばね、ドイツのね、ラインメタル社という軍事企業の、CEO ね、最高経営責任者が、まあ、ロシアにね、まあ暗殺されそうになってて、まあ未然その警官防がれたみたいなこともあります。まあロシアがね、もう海外工作を活発化させてると、いうことでね、この件についてね、今日お届けしたいと思うんで、ぜひね、内容気に入ったら高評価のボタンね、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あと、拡散の方もね、よろしくお願いします。まずですね、これまあ、表にまあ出ているニュースですけれども、ロシアがですね、まあ、海外工作を非常に活発化させていると、いうことで、CNN にね、もうこれ公開情報ですけれども、ニュースが出てます。ロシアが NATO 加盟国に仕掛ける影の戦争を進化、一般人を巧みに操作ということで、まあ、ルフィによるね、まあ、例の、なんですか、叩きですか、はい、強盗ね、SNS で闇バイトで勧誘してやらせるみたいなのがあったんですけど、ロシア版闇バイト、ね、しかもロシアの工作に使われる闇バイトみたいなのが、結構 NATO 諸国に広がってるよというお話なんですね。で、NATO の高官によると、ロシアは半年以上にわたって NATO 加盟国内で大胆な破壊活動を行っていると、ウクライナ向け武器の供給ラインと、ウクライナを支援する各国を標的にしているというということです。で、欧州各国の安全保障当局者らは、脅威が拡大していると話すと、安全保障、機関による監視が強まり、活動が阻まれるようになったため、ロシアの工作員が現地の一般人を雇い、自分たちの代わりに、高リスクで多くの場合拒否できない犯罪を遂行させているということ。これまさにあれですよね。フィリピンからね、フィリピンの刑務所から闇バイトで募集して、で個人情報取って逆らえないようにしてね、よしお前強盗行ってこいみたいな、あれと本当に変わんない。あれをロシアが今やっているということなんですね。で、実際にポーランドではですね、去年ね、ウクライナ人の裏切り者14人とですね、ベラルーシ人2人、この2人がですね、ロシアの諜報機関のために活動していたという疑いで逮捕されました。はい、マキシム・エルとされるですね、ウクライナ人は、2023年2月に SNS テレグラムで出会ったロシアの工作員に、ですね、工作員のアンジェイという人物からですね、数週間にわたって仕事を受け負ったと。で、禁錮6年の刑を言い渡されてるんですけれども、このアンジェイとですね、実際に会ったことはなかったらしいです。はい。で、ルブリンの刑務所で、マキシムというですね、まあ、やっぱこれ捕まった人なんですけれども、CNN のインタビューに答えたそうです。で、貧困から逃れるため、ウクライナからポーランドに逃げたマキシムは、最初に受けた仕事はですね、7ドルのデジタル通貨と引き換えに、ポーランドのあちこちで反戦の落書きをするというものだったそうです。反戦の落書きね。まあ、落書きといえばね、落シールね、今、連邦陣営がね、まあ、変なシール貼って、で、あれはグラフィティアートなんだとか、戦車札なんだとか、言い訳してますけど、この反戦の落書きをするっていうのも、ロシアの闇バイトであったっていうこの実態ですよ。ね。こういうのちゃんと理解してね。これアートだから政府みたいな、そういうね、お花畑みたいなことやめてと。7ドルで反戦落書きさせるっていう工作をまず受け負わして、その上でだんだんこうエスカレートしていってね、それこそまあね、要人の暗殺とかそういうところまでまあやっていくのが向こうさんの手ですからね。まあ本当に、ね、犯罪集団と何もやってること変わらないと、いうことです。で、さらにね、この、アンジェイというね、この工作員がですね、ウクライナ向けの、軍事援助や人道援助が経由する国境の町、メディカ付近の鉄道沿いに、監視カメラを設置するよう、位置情報を連絡してくるようになったらしいです。最初はだから反戦落書きしろと。ね。次は、その、まあ、補給路にね、監視カメラを置けと。で、マキシムはその後、ポーランド東部の、ビャワポダ、ポドラフ、ビャヤポドラスカですね。で、ウクライナが所有する運送会社のフェンスを燃やすように依頼されたが、石炭の塊を、フェンスに置き、火災の後を装った写真を撮ったというと。で、マキシムはアンジェイから、ポーランド軍のウクライナ兵を訓練している基地の外にカメラを設置するよう指示されたとき、ようやくですね、こいつがロシアの工作員だとはっきり認識したと。で、それまで取るに足らないと思っていたが、自分の行為が深刻な事態を招くかもしれないと、いうことで、やめようと思ってですね、なんかどうも自首したっぽいですね。はい、自首して逮捕されたみたいです。その後ですね、まあ複数の、まあ、工作員による似たような活動がですね、発覚すると。
いうことですね。で、2024年の4日にはですね、別のポーランド人の男が弾薬を所持し、ヤションカ空港をですね、監視したと、して、逮捕されましたと。で、この空港は実はね、ゼレンスキー大統領が頻繁に利用しているということで、ゼレンスキー大統領の暗殺を企てた疑いがあるということなんですよね。まあだから今回のね、トランプさんの暗殺ね、まあ犯人の素性よくわかってないですけれども、まあいろんな憶測呼んじゃうかもしれませんね。こういうのがね、前例があるとね。まあさらにですね、ベルリン郊外で、ラインメタル社のね、金属工場、不審火が発生と。で、これも親ロシア派のウクライナ人、がですね、逮捕されると。不審火はこれ別ですね。不審火犯人捕まってないんだ。親ロシア派のウクライナ人がパリのシャルル・ドゴール空港で、爆弾でね、はい、まあ、その近くで、まあ、爆弾用意してて、で、その取り扱い間違えてね、自爆しちゃって、捕まったと、いうこともありますし、それから、イーストロンドンで、やっぱり倉庫火災ね、放火したロシア、男がですね、ロシアの諜報機関に協力していたという罪で逮捕されたりとかですね、まあ、いろんなところやってると。で、CNN はこう結んでます。こうした事案はすべてロシアの諜報機関が、明確に結びついているわけではないが、一般人の関与、恐怖や混乱を広めることを狙った軽犯罪という、まあ、共通点を持っているというふうに言ってます。日本にもですね、まあ、こういうの来てますよね。この間、まあ、逮捕されましたよね。ロシア人のね、貿易商ね。はい、ロシアになんか、その、あれですよね、モーターボートのエンジンでしたっけ？ね、こういったものを、まあ、動かしていたんじゃないか、輸出してたんじゃないかということで逮捕されました。それからね、オーストラリアね、これ別のニュースなんですけど、BBC のニュースなんですけれども、元っていうか、まあ、クビになってるか元でいいのかな、オーストラリア軍の兵士と夫、ロシアのためのスパイ活動で逮捕という記事が出ています。これがね、一昨日の記事ですね、オーストラリア国防軍の兵士とその夫が、ロシアのスパイのために、スパイ行為を、ロシアのためにスパイ行為をしてたとして、逮捕されたと。で、逮捕されたのはですね、ロシア生まれのオーストリア市民で、ロシア政府に提供するために、オーストラリア軍の資料を入手していたと、いうことです。で、まあ、ただオーストラリアの警察はですね、重大な機密は流出していないというふうに言ってるんですけれども、まあ、このスパイ罪が適用されたのは初めてらしいです。で、起訴されたのはですね、キーラ・コレロフ、陸軍二等兵と夫のイゴーリ・コレロフと、62歳ですね、夫はね、奥さんは40歳です。両被告はですね、ブリスベンの法廷でスパイ犯罪準備罪の疑いで裁判にかけられると。最高刑は15年の懲役だそうです。で、アルバニージー首相はですね、国内の治安機関から公安の説明を受けたが、この件は裁判中のためコメントはできないというふうに言っているそうです。で、夫のイゴーリはですね、自営業の労働者として働き、キーラは軍の情報システム技術者だったと。キーラは機密情報資格を得るための人物調査に合格、つまりセキュリティクリアランスをですね、突破していたということなんですね。で、カーショー長官は、キーラ被告が軍の休暇中に密かにロシアに渡航し、機密資料をロシア当局に転送するため、自分の仕事用の、アカウントにアクセスして、機密情報を送るように夫に指示していた可能性があると説明したと。またこれらの資料がロシア当局に送られたかどうかの捜査はまだ進行中。罪状が今後格上げされる可能性もあると、いうことですね。で、オーストラリア保安機関のトップ、マイク・バージス長官はですね、スパイの脅威は現実のものだと、述べてですね、複数の国がオーストラリアの機密を盗もうとしている。我々はそれを甘く見てもいけないし、慢心してもいけないと。もしあなたがこの国でスパイ活動をしているなら、我々はあなたを探していると。もしあなたがこのスパ、国でスパイ、されているなら、我々はあなたを見守っていると、見張っていると。我が国がスパイ活動や外国からの、介入を、介入活動を特定し、妨害し続けると、オーストラリアの同盟国は自信を持っていいと、我々やると、いうふうに言ったそうです。まあ、ただ衝撃なのはですね、こいつね、セキュリティクリアランス突破してたんですよね。まあね、情報機関もね、人数多いですからね、こうね、ファイブアイズの国はね、まあこういうこと起こってしまうのかなと。で、このね、件についてですね、まあ一応私をね、監修してくれてる、まあ専門家に聞いたところですね、やっぱこのセキュリティクリアランスを突破してるっていうのは結構まあ重要なことだと。うん。まあ、ただ、セキュリティクリアランスがあったからこそね、まあ、こういうの発覚したという部分もあると。まあ、どこまで被害が広がったかわかんないですけど、いずれにしてもこれ特定したということは非常に大事でね、まあ、表に出てきたと。まあ、各国で今、ロシアのスパイ工作員というのはね、捕まってますよね。この日本ですら捕まってますからね。
はい、まあ、大変なことになってるのかなと、いうことでございます。で、そんな中ですね、まあ、戦況の方なんですけれども、ヘルソンでね、まあ、大火災が起こっていると。まあ、ただ、ね、これ火消したくてもですね、ノバカホフカダムがね、破壊されてしまいましたんで、水がないということで、ロシア軍陣地がですね、ひでえことになっていると。まあ、これちょっとニューズリーグの記事なんでね、多少煽り入ってるんですけれども、一応ですね、これちょっとお届けしておこうかなと、いうふうに思います。ウクライナ南部ヘルソン、ロシア軍陣地を襲った猛烈な森林火災の炎と、逃げ惑う兵士たちの映像ということで。まあ、SNS でもね、たくさん上がってたんですけれども、ウクライナと、戦闘が続くヘルソン南部ですね、ロシア軍の、占領地域では、兵士たちが車に乗って避難する様子が映っていると、いうことで、ロシア軍の陣地をですね、まあ、この火災が伸び込んでいるという動画がですね、ソーシャルメディア上に投稿され、注目を集めていると。火災の原因は明らかにされてないが、まあ、おそらく砲撃でしょうね。うん。で、映像には炎に追い立てられたロシア軍兵士たちが陣地を捨てて命からがら、逃げる様子が映っていると。X 上に投稿された動画からは、ウクライナの南部ヘルソンで火災が発生し、火の手が森林地帯にも、回って広い範囲に被害をもたらされている様子が見て取れると。終わりの見えない、戦争を戦う、ロシアとウクライナの両陣営だが、この災害によって戦場における状況はさらに複雑化していると、いうことなんですね。で、この地域はですね、実はステップ気候でですね、夏は暑いらしいんですよね。はい。なので、その暑い夏が農業に適していると。いうことなんですよ。で、まあ、ロシア軍はですね、まあ、ここのね、水源をですね、まあ、破壊してしまいまして、消火に必要な水、水がないと、いうことで、まあ、火ももう消すこともできずにですね、この記事によるとね、兵士の一団が車に乗り、炎に包まれつつある地域から避難する様子が映っていると。その向こうには木々が生い茂る森林地帯から、炎と分厚い煙が立ち上っているのが見えると。車の荷台の端に立っている兵士が、手招きをすると、二人の兵士が炎から逃げて車に向かってくると。荷台の端にいる兵士が一人引っ張り上げ、さらにその後について避難してきたもう一人の兵士も、同様に引っ張り上げていると。車の周囲では炎が燃え上がり、木々を飲み込んでいく。動画の終わりには、煙が、さらに分厚くなり、炎が見えなくなるが、オレンジ色の燃やが立ち始めていると。いうことでね。まあ、ドニプロ川の左岸にいるロシア軍は文字通りも陣地からいぶり出されていると、いうことで、まあ、そういう中ですね、まあ、ロシア軍がだいぶ苦境に陥っていると。で、さらにね、北部でもね、ウクライナ軍のまあ攻勢は、続いてまして、ロシア軍がね、まあ、7万人ぐらい被害を出したんじゃないかと、ここね、短期間にね、耐え難い損害が出ているのではないかと、いうことです。で、この点についてね、マイケル・コフマン教授ね、はい。まあ、戦争の専門家ですけれども、当面のですね、まあ、客観的な状況ね、ウクライナ軍も非常に苦しいんだけれども、ロシア軍も苦しいと、いうふうに言ってるんですね。特に北部の攻勢についてね、こんなふうに論評されてます。ハルキウ攻勢は、ロシアが求める長さや深さの干渉地帯を作り出すことができなかったが、ウクライナの予備兵力を引き入れて、その戦線を安定させた、結果、ウクライナの兵力は現在手薄になっており、部隊の横移動によって隙間が生じる可能性があると。しかしと、ね、しかし、ロシアは大規模な作戦を実施したり、十分に準備された防衛を克服したりするのに苦労していると。ほとんどの攻撃は突撃グループや分遣隊といった小規模な要素を採用している。これらは様々で、8から15人の場合もあるが、場合によっては4から6人にまで減少していると。ね、まあ、しかも怪我人みたいなね、ことです。で、ロシア軍は装備の都合により、機械化、軽量車両、それから、下馬歩兵をですね、まあ、要は、ある、まあ、徒歩の歩兵ですね、交互に使用していると。一部の部隊はオートバイや ATV を採用するようになっていると。これらは損失を減らすためでも、装備の損失を減らすためでもあるが、一般的に装備の損失を克服することができないためでもあると。こうした戦術は、全身的な、利益をもたらすことができるが、作戦上重要な突破口を開くことには適していない。より大規模な攻撃はロシア軍にとって犠牲が大きいことが証明されており、アウディーユカで先に見られたような持続的な装備の損失は許されないと。いうことで、ウクライナの今後の主な課題は、ロシアの攻撃作戦、シャヘド、無人機、などですね、ますます、迎撃しやすくなっているが、ロシアの空爆はより洗練され、ロシアのミサイル生産は、顕著に上昇していると。ロシアのですね、攻撃によってですね、まあ、インフラですよね。太陽光発電とか、太陽光じゃない、火力発電所がね、まあ、やられているので、まあ、夏は、太陽光発電あるけれども、冬場どうやって乗り切るかということが今後の課題だと、いうふうに、コフマン教授は言っております。まあ、いずれにしてもですね、まあ、戦線が膠着していると、
渡辺元陸将も言ってましたけどね、文字通り膠着という中でですね、まあロシア軍ね、戦場以外のところね、闇の戦争を今仕掛けてきているということをね、よく我々は意識する必要があるかなと。まあ日本でもね、何の気なしに親ロ派のね、投稿をまあリポストされてる方いらっしゃいますけど、これ向こうに加担してることと同じですからね。闇バイトのボランティアみたいな感じになっちゃうので、そういうことぜひ気をつけてください。スプートニック RT は絶対拡散しないようによろしくお願いいたします。ということで、今日の内容面白い興味深いと思った方、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方お願いします。最後にですね、私のことを特に応援したいという方ね、 Thanks ボタンと、私がやってるオンラインサロン八重洲イブニングラボの方に遊びに来ていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ガオー。